この方の治療は腰痛とですね、足のむくみの治療です。で、まあ、美容師さんでしたね。でここに、まあ、足の隙間が全くなかったんです。もう隙間がないほどのむくみですね。これは美容師さんに多いんです。そして、まあ、スカートが履ける状態ではなかったんですけれども、まあ、今この状態だとスカートを履けますよね。それでまあこの間2年ぶりぐらいに治療に来られましたけど、まあ足はまあこれよりはちょっと細くなってましたね。まあ足のメンテナンスのために美容のために、まあ、治療に来られればそれは足はもっと細くできますけど、まあでもご本人がそこまで望んでいないですからね。仕事に差し支えなければいいということなので、まあ、悪くなったらたまに治療に来るという状態でちゃんとスカートは履けています。スカートを履いて仕事してますよという お知り合いの、ね、方からの方から教えていただいて、まあいい仕事したなと思いました。そういう時嬉しいですね。特にやっぱり女性はね、やっぱり辛抱しますからね、男以上に。耐えることができるんで、悪くなったら本当に悪化した時は悪いんですよ。だからまあそれはこう治療家なら知ってることですけどね。だからまあ健康に仕事ができて健康に暮らせ出したらやっぱり嬉しいものですね。まあ20年は治療を続けてほしいと言われてますので、88までって頑張れるかなと思ったら、いや98までって言われたんで30年頑張りたいと思います。いや認知症になっても腕はしっかりしていた鍼灸師がいましたからね、大分に本当に名人がいたんです。亡くなる直前まで治療していたんですけど、認知症だということは奥さんしか知りませんでした。患者さんには全く分からなかったです。そういう名人が本当にいたんです。私もそうなりたいと思っております。